さあ続いてのコーナーは水を取り巻く環境保護活動に取り組んでいる方々に登壇していただきパネルディスカッションを行っていきます今回のテーマは「熊本の水資源を守る」で実際に熊本の水資源を守り活動をされているお三方にパネラーとしてご登壇していただきますそのお三方のご紹介をしていきますまずは下田美鈴さん 40年前から有機農業および大和町立図書館長として子どもに領書を届ける活動をされています水を守る活動として陰山に木を植える活動棚田を守る活動をされていますお二人目は保足秀樹さん特定非営利活動法人ふるさとの夢と文化を育てる会理事長 水前寺成就園を世界遺産にする取り組みや芭蕉園の環境美化などに取り組まれています3人目のパネラーは小山智子さんみんなの水と緑を守る会代表として活動されているほかそ,のそしてパネルディスカッションのファシリテーターは原田敏夫さんにお願いしています。 世界水まつりの熊本実行委員であり NPO 法人九州災害復興支援リーダーズサミット代表理事熊本大学教育学部非常勤講師などさまざまな活動をされていますそれではどうぞよろししくお願いいたします。 ああ入ってますね、えー、それでは「えー、水ホーラブ」という形でですねあその水資源という形でですね、えー、3人の方に、えー、今日は登壇していただいて短い時間ですけれどもちょっとこう思いがあったりとか活動なさっていることをお話ししていただいてさまざまな地域で皆さん活動なさってますけれども。 その自分たちの地域の中で、どんなことをやっているとか、水との関係性とかをですね。えー、ぜひ、厚く短い時間で、お話しいただきたいと思います。では、よろしくお願いします。まず、あの。島田さんの方から、よろしくお願いします。はいはい、皆さん、こんにちは。えー、っと、この、後ろの山の向こう、山を越えたら。ある、大和町というところから参りました。えー、っと、大和町で。 約40年前から有機農業を行っております、でそれと一緒に、えやま、昔、矢部町っていうところには、図書館がなかったんですよね、で考える住民が多くないと、豊かな町にはなれないということで、22歳の時から15年間、仲間と一緒に活動して、調律の図書館を設置しました。それから えっと輸入米解禁になったときに、えー、県内、九州でも一番二番に、地元の農産物をあの学校給食に入れる活動、それから棚田を守るために、棚田の役割を全国に発信するようなことをやりたいと思って、棚、えー、田の生き物観察を35年ぐらい前から、子どもたちと一緒にやっています。えー、っと最近、えーっと と5年ぐらい前からえっと今日も山越えしてくるときに1 0ン車ぐらいの大きなダン。プリン、何台も大きな木を積んだトラックと会いました。えっと67年前からえっとウッドショックになって、九州の山は特にですけど、えっと木を伐採する人が増えてハゲ山になってて、森は人間の生きる根源だと思っ。て でまして、それで崖山に木を植える活動を5年前から行っています。えー、っと今、今だいたい8ヘクタールぐらいの木を植えました。えっと自分ではその苗木代とか山の草刈りとかするのを大変だから木を植える活動をやってます。えっとこれ えっと、今真ん中にいるのはフランスから、えっと、ロクシタンっていう会社の、えっと、あ社長ですね、えっと、ロクシタンさんがその私の思いに賛同してくださって10年間支援したいっていうことで、えー、フランスからわざわざ娘さんと一緒に木を植えに来られて、まあ、熊本も応援にしてきに来たんですけど。 そんな感じであの今は木を植える活動を毎年、えっと、今年も200人ぐらいの企業さんが来ていろんな企業さんが来て葉げ山に木を植える活動をやっていますそれとあと熊本地震で崩れた棚田の復興のために全国から、えー、棚田のお米を買ってもらったり棚田を支援してもらうために農業ボランティアさんを募集して、えーえっと、もうそういう活うをう 田舎だけでは、農地も山も守れないんで、都会の人に来てもらって、ふるさとづくりを一緒にやっております。えっと、そういう、えっと、これなんかもフランス人も来てますし、ほとんど東京からのボランティアさんで、えっと、田んぼに行くまでの土砂を上げる作業を。 年に3回やるんですけど毎回3四4 0人から50人は来てもらってこういう作業をやってもらってます。とあこれが私うちの田んぼが見える風景なんですけど、えー、っとこういうあの棚田を守るのに賛同したいということでイギリスのラッシュラッシュっていう うん、若い人は知ってるか、私はあんまり知らなかったんですけど、ラッシュさんがこれに賛同して、棚、えー、田中の、えー、とお米じゃなくて米ぬかとかを作った商品開発とかして、棚田中を守る活動に、えー、一緒に企業としてあの参加してくださってます、これは私の孫と息子なんですが、毎年木を植える活動に、孫も一緒に活動をやってくれてます。 そういうい地下水を守ること、山を守ること、で棚田を守ること、そして雪農業で水を汚さないことで、本当に地下水を守り、川を守り、海を守るっていう、一番、えー、山の上に住んでいる私としては、そういう小,小さな行動ですけど、そういうことをやりながら、えー、と多くの賛同者を集めてい行っております。 え皆さんもぜひご協力をお願いいたします。ありがとうございました。あの後でまとめるときに、あの田の憲倫とその、えー、萩山とかをですね、もっとこう突っ込んだお話をですね、また簡単にちょっと聞きたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。では次は小林さんの方によろしくお願いします。 えー、すいませんあの熊本市内に住んでます、えー、ホアシと申します、まあ、あんまりたくさんある名前じゃないので一度覚えていただくとよろしいかと思いますで、えー、私がですね、はいえー、最初に、えー、活動を始めましたのが2005年6年ぐらいなんですけどその頃に熊本で何か待んか こちらは世界水祭りということなんですけど熊本で何か祭りをできないかなということでお祭りのことを考えましてその時にいろいろそれこそ図書館に通って資料をあさって探した中にあの天草の牛深に牛深ハイヤやシという祭り踊りがあるんですがこれがもう何か不思議な。 あのお祭りで踊りであの北前船という船に乗って船乗りさんたちが日本中こう回るときに渋風で覚えたお座敷歌「斑谷節」なんですけどこれをあの港港に行くたんびにそこで、まあ、うろ覚えでこんな面白い歌があったよというふうに伝えていったのが。 日本中広がってで全国に130曲ほどあるそうなんですよ。でその130曲の踊りの人たちに「えー、里帰りに来ませんか?」というふうな呼びかけをしてこの祭りを始めて5回ぐらい続けたんですね。そしたら、えー、ちょうど、えー、東日本大震災が、えー、ありまして。でその震災の時に 予定してた3月に震災台で私は4月の頭にその祭りを予定してたんですけどもうことおともできないということで、えー、応援隊を応援隊東日本震災応援隊というのを作って東北にお祭りそのものを持ってったんですで踊りを踊ったり、えー、おまんじゅうを作ったりいろんなことやって、えー、おりましてで、まあ、これが2011年 次の年2012年にこれまた変な話なんですけどこの真ん中にあります、えー、出汁をですねこれあの岩手県の陸前高田という町で動く七夕という祭りがあるんですけどその出汁が、えー、その津波でほとんど全部流され9台あった津波が6台流されて祭りがもうできないという話になって。 じゃあということで熊本でこの出汁をこれ作ったんですよ。一台作ってまあ向こうに届けに行きましてで途中でいろんなところで引き回しをして見ていただいてで一番大きいのでは新宿の東口を通行止めにしてあそこで引き回しをしてでたまたまあの他の行事があって。 通行止めになったんですけどそこに紛れ込んでこれを引かせてもらってすごいその時はもう新宿銃が大騒ぎっていうような話になったことがあります、まあ、そんなことをやりながら、えー、次にですね、えー、これはあのはいこれはその前にですね、えー、その時の付き合いの延長線で大名庭園民間交流協議会というところと知り合いになりまして。 でえー、全,全国にあります大名庭園を、えー、世界遺産にしようというふうなあの動きがあってでそれに賛同して私たちは、えー、この水前寺成住園という大名庭園のつながるところですねそこを今きれいにしようという運動をやってまして来週も、えー、そこの掃除をするイベントをやります。 では今日はあの全国からお見えになっているので、まあ全国の方にまた熊本までっていうのはちょっと厳しいんですが、熊本におれおられます方でしたら、もう参加大歓迎でございますので、ぜひあの来週の同日ですね、ご参加いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。えー、お朝に聞きたいのは、はい、えー、また後で、えーはい、その場所演の。 一回に関して、ちょっと突っ込んだお話をしたいと思いますので。はい、よろしくお願いします、はいはい。よろしくお願いいたします。それでは、あの、小山さんの方からも。はい、よろしくし。小山。小山さんだって。小山さん、<laughs> 申し訳ないです。小山さんです。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。みんなの水と緑を守る会代表の。小山智子と申します。そのまま綴りの主催もしております。私は、あの、熊本県で生まれ育って。大自然の水と緑が豊かな場所で育ったので。 大切に自然を思っています、えー、2年ほど前からあの東竹原の最終処分場の問題を知ってですねあの行動を始めましたあの現あの住民のです、ね、代表の栗アさんと谷村さんのお話し会を各地で開催したりあの参拝の関係あるドキ,ュドキュメンタリー映画をですね上映会をしたりとかしてその参加者の方々と一緒に みんなの水と緑を守る会を立ち上げました、えー、今年に入って熊本県知事選の時に投げかけた公開質問状の回答をいただいているのでその公約をもとに木村知事の今の実践状況をチェックしていますであの他の環境団体にはないユニークな活動としてはあのいろんな党派の議員さんを交えての超党派での 勉強会を開催ししたりしていますであの,会の中でのオンラインやリアルなミーティングやあの会に入っていない方々とお話しする交流会などもしていますでまあ,あのホワシさんの場所への活動なんか他の団体の、ね、活動にも参加したりしていますでまあ楽しみながら仲間の輪を広げていってるところですで次をお願いします 広げていく活動の中でそのままつりというお祭りをですね今年の8月10日から始めました旧暦七夕夏祭りということであの毎年ですね山鹿市の店長の蔵でこれからも開催していく予定ですで来年旧暦七夕は8月の29日ですのでその付近にまたお知らせしたいと思いますで次をお願いしますで私たちががですねやっっぱりり自然とつながって祈りを 感謝して祈りを合わせるということでそのお祭りを通して今を語り継いで仲間をですね仲間で知恵を集めて新しきことを生み出し生きる力をですね広がるようにという思いで開催していますで、まあ、目的はあの環境問題を知ってそれを行動に起こしていただきたいというのと便利すぎる生活スタイルを見直して自然の循環に沿ったものを選んだりとかですね できるようにっていうのとあの必要な時に助け合い喜び合える仲間を作っていくっていうものが目的です次お願いします、えー、まあ、今年もあの水合わせの儀っていうことで各地の全国各地からお水を持ってきていただいてお水を合わせ全ての生命が調和して一体となるように祈りお祭り終了後にお水を 天井のクランの桜の木に託しました。愛の循環となるようにですね。流していきました。お願いします。で、私たちの会は子どもたちにつないでいきたいものがですね。あの。潤沢で汚染されていない。あの地下水100%ね。水道から出るところは熊本ぐらいですよね。で、そういう地下水100%のお水。それから生物多様性が。 豊かな森林や草原それから安心安全な農作物を作れる土地とおいしい空気をつないでいきたいと考えていますで今起こっている環境問題熊本にはこれだけ私たちが関心を寄せているんですけれどもあの、まあ、紫の点のところが大和町の東竹原の最終処分予定地ですね。で黄色のところが 三船町の参拝中間処理施設で赤い点のところが TSMC の工場がありますで青い点があのメガソーラーが、ね、だいぶあそにできているんですけど、はい、そこですであと下の方にですに、ね、水色の大きな点がありますけれども3つの事業者が関わっていて。 あの巨大な風力発電の計画が発電所の計画がありますでこういったことは全部あの環境汚染につながっていくと考えられるので私たちはとても関心を寄せているところですはいでまあその中でも TSMC がですねあの熊本の半導体工場代表的なものだけでもこれだけあってでそこに えっと東京エレクトロンとソニーグループの隣に TSMC っていう工場が建設されています。次お願いします。でまあ赤い赤いところジャスム第一工場ですね TSMC の子会社のジャスムっていうんですけど、でそれとその隣に今青いところが造成工事が行われています。でまあ上の方にちょっと印はついてないんですけどもソニーセミコンの建設予定 造成されているところもあって、まあ、この辺もまあ半導体産業の関連企業がまたどんどん入ってくるんじゃないかというところです時間大丈夫ですか、まあ、こういう集中立地で懸念される問題が本当にたくさんありますこれを一つ一つ今日はご説明できないんですけど、まあ、お水のことで言えば地下水の枯渇とか地下水が汚染されるという問題が。 ありま,すまたこの話を詳しく聞きたい方は後で <laughs>、はい、<laughs> お願いしますありがとうございまでその辺を突っ込んだ話で、はいえー、今ちょっとその地下水の問題とか、はい、今おっしゃってた中で、うんえー、まず僕がこう旧暦七夕夏祭りってあったのと、はい、水との関わり合いって何なのかということと、はい、その。 いろんな、ねえー、企業が入ってきてその地下資源に対して地下水資源に関して、えー、今後どう思われるかとか、うん、そのようちょっとお話を聞きたいと思って、はい、そのままどうぞ。あえーはい、えとっ、えー、と,、えー、と何から <laughs>、えー、まず旧暦の七夕っていうのはお祭りですねはいやっぱ旧暦七夕みんなの願い事をこう、ね、短冊に書いていただいてその。 祈りとともにですね、うん、あのお水を通してこう全部つながるようにと思って行いましたでやっぱりお祭りでやっぱり地元の、ね、土地のつながりとかそういうやっぱ祭りっていうこと自体がもう水を各地でね日本人って祭ってきてますけども、はい、なんか熊本の方々はあの当たり前のようにこの豊かなきれいなお水があるのでその何だろう 感謝の心とかその祭ることを忘れてるんじゃないかなとこういう環境問題に関心がこうあんまり出てこないのはそうなんじゃないかと思ってもうこれは祭りしかないなと思って新しいお祭りを立ち上げていこうと思ってですねなるほどいいですねいい取り組みです地下水の資源に関して企業が入ってきてるということでちょっとなんかお話があればはい地下資源ですね。 1>, 1日8500トンのお水を使って排水が6500トンで第2工場を合わせたらです、ね、2万2000トンものお水を使うってことになりますでも、すでにあのこの TSMC の周辺の住民の方からはもう声が、ね、上がってるんですよ枯渇してきているという話が出てます農農地の、ね、農業されているる方とか畜産業されています。うん なんか水が少なくなってきてるという声が出てますね。はい、うん。はい。はい、まあその辺をあの今後の課題として、うん、あの自分たちがどう変えようとしてもなかなか動かないですね行政ながそうですね。であとはもう自分たち個人個人で皆さんとチームを組みながら。 その辺を訴えていくという形でですね、はい、進めていきながら、はい、広めていきながらという形になっていくと思いますのでも、ね、もっと関心を寄せていただいてう、ね、一緒に声を上げてくださる方が増えたらそうです、ね、何かこうやっぱり変わっていくと思うので、えーえー、やはり先ほどおっしゃったように熊本の方というのは、はい、水に恵まれているからペットボトルの水は水がない時に買うだけで、うん、あとはやっぱり水道水をそのまま飲めるという。 こ,とですからね、この南阿蘇なんかはもう水道をひねったら天然水です、うん、その中で恵まれてますのでそれまではやっぱり汚染がねされてくるっていうことに考えたりすることも一つの大事なことだと思いますので<何>今後の活動そうそうです、ね、何か起こらないと気づかないじゃないですか、ね、今から私たちが、ね、気づいて水へ感謝しながら。 その守っていけたらって思ってます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。短い時間ですけど、じゃあ、ホワスさんの方に、あの、場所への件でですね。あの、保全活動をなさって美化活動ですね。美善が、び、美化活動を、数年現地で。やってらっしゃるということなんですけど、僕がですね。数十年前行った時には、えー、むちゃくちゃ。汚いったら言ったらいけないんですけど、整備できてないという。なんか公園であって、公園でないような。 えー、ところだったんですけれども今あの写真でこうやって伺ってみるとあのむちゃくちゃきれいになってて、えー、すごいなと思ってですねやはりそこに携わる方々がどんな方々が携わってきてどんな活動をちょっとやってきたのかなとそれで水資源がどういうふうに守られてますということをちょっとお話しいただけたら大変助かりますけどはいえー、っと実はここに芭蕉、えー、園っていうところ水が。 本当にもう足元から湧き出してきてて深さはそうですね1 0ンチとか1 5ンチとかぐらいの深さでもうダーッと水が流れてるもう本当にきれいな水が流れてるんですでその水はどこから来るのかっていうと実はこの今阿蘇でこう降りましたこの雨が地下に染み込んでそして、えー、長い年月をかけて その芭蕉園のとこもそうですし熊本市内のあらゆるところにこう湧き出しててそれがもう目に見える形で湧いてるところっていうのがこの芭蕉園なんです。芭蕉園のところはもうあの熊本の人はあんまりご存じないんですけど芭蕉芭蕉と言いますのでどんな木というかかということなんですがあの松尾芭蕉という 方がおられます。はい,はい、はい。ね、あの場所もそうですし、えー、これを現代風な。あの、呼び方で言うと、吉本バナナさん。はい。バナナなんですよ。バナナの木地に似てますよね。いや、バナナです。バナナですよね。実がなるんです。ええ、まあ、熊本寒いですからね。そこまで、実が本当に大きくなって食べられるとこまではいかないんですけど、ちゃんと花がついて。バナナの小さい実が、結構なるんですよ。 いやそんなところでその下を今言いましたように水が本当にきれいな水が流れてて隣に水前寺細川庭園というのがあって、はい、これも、えー、大名庭園の、まあ、お殿様の別邸だったお庭があってでこういったのを、えー、熊本の人もほとんどご存じないのでそれを知ってもらうということも目的で、えー、さっきちょっと言いました水前寺公園を。 えー、世界遺産にするというふうな活動も合わせて、えー、2028年ですからあと4年後にですねこの大名店サミットというのを熊本でまた、えー、開催する予定なんですそれまでにはここが本当に、えー、その水前寺成就、えー、園というお庭と一体化するような形にしたいということで頑張って今活動しています。であのー まあ前回、ちょっとクラウドファンディングなんかもしたんですけども、えー、まあそんなこともあってこれからもあと4年間続けたいと思いますので、えー、関心のある方はでですすすねね、はい、お願いいいしたいと思います、はいはい、そうです、ね、あの皆さん参加していただいた方が直接見て触れてみたが分かると思います。このの場所への方にも ち、えー、ちゃんたちは多分見学に行ったんですよね行ってそのまま水に浸かったという話を聞いて「原さんよかったよ」って僕聞いたんですよね「何が何が?」って言ったら「そのまま水に浸かりましたと」と <laughs> 心地よくて最高でしたっていうぐらいにあの感動なさって僕の方に報告があったんですよ。でその辺を皆さんにやはりこう感動を自分で感じていただきたいと思いますので是非参加していただいたら助かります。 あの掃除っていっても全然汚れてはないんですよあの雑,草雑草じゃなくて水下の水草のところがちょっと茂ったりしているところをここ多すぎるから減らそうとかその程度の作業なのであの汚れ仕事をしてくださいっていうんじゃないので是非それつもりでご参加いただけたらと思いますはいありがとうございます、えー、ラストになりましたけれどもえー、保全活動を その萩山とか何、えー、ですかね、えー、もう一つは棚田棚田,田,田を守るために、えー、一番必要なことは私は何なのかなって考えた時人物お金だと思うんですよ、はい、それをですね、えー、どのようにして、えー、苦労して築き上げてきたかをです、ねうん、お聞きしたいと思ってですね、はい、よろしかったらお願いします。 えと棚田を守る活動に対してはまず地元の人の協力がなければ絶対無理ですねそれと私あの、えー、と年あ13年前に、えっと、うちの私の田んぼはこの、えっと、昨年9月25日に国宝になった通順京っていうこの これは石橋であの人が渡る橋ではなくて水が渡る橋ですこの橋のの橋上を渡っっってててきた水によってうちの棚田は潤っております、うん、だからこういうのをあのそ,のその当時の町長さん僧侶や二安之助がどういう苦労をしたかっていうのを地元の子どもたちに誇りを持ってほしくて歴史を学んでほしくて史実に基づいて。 えー、この国宝通順教、通循あ去年国宝ってこれちょっと付け加えたんですけど、この絵本を作りましたで、この最後のページに私が後書きを書いてるんですけど、私が大好きな言葉に、飲水草原、飲み水を飲むときには、その水の源を思いなさいっていう言葉なんですけど、本当に自分がシャンプーとか、じゃぶじゃぶ、あの洗剤使って洗濯している。 そのの水はどこに流れていくの本当にそれでいいのって祈るだけで水はきれいになるのだったら行動を起こしましょうって令和の「礼っていう字は私みすずっていう字の「すずの横の「礼っていう字は中学校の時調べたんですがどういう意味かってもう人の力ではどうしようもない神様の前にひざまずく時代になるんだなって「令和」っていうのがつけられた時に思いました。 で祈ることもとても大切ですけど、自分で一歩前に水を汚さない、水を生み出すために自分はどういう行動をしたらいいかっていうのを一人一人が考える時代に入っているんだと思います。はい、ありがとうございます、えー。時間もそろそろないのでですね、えー、三方の方からの、えー、お話を聞いてると、えー、この水資源に関してはキーワードとして、えー、水資源を守る。 その守るという中で何をしなきゃいけないかということは次世代、自分たちの子供や次世代につないでいくということが大事だと思いますそういったことができなかったらこの水資源の保全というのはできないし、えー、人に伝えることもできていかないと思うんですよその辺で、えー、一つのちゃんとしたキーワードが、えー、水資源を守るためには次世代づくりにしていきましょうということでまとめてよろしいでしょうかありがとうございます であの短い時間だったんですけれども、えー、詳しい話はです、ね、個人個人、まだいらっしゃると思いますので、下の方の控え室とか、いろんなところで見,、えー、見かけたらです、ね、ちょっとこの辺聞きたいという方は、直接お話を聞かれたりとか、連絡を先を聞かれたりとかして、えー、まとめていって、えー聞き、聞いてもらいたいと思いますので、これでまとめて終わりたいと思いますので、ありがとうございました。3人の方に拍手をお願いいたします 原田さんそして3人のパネラーの皆さんありがとうございました。